安定したオートフォーカスと安定した手ブレ補正、特に手ブレの機器とか、まあ、これ使ってる方は分かると思うんですけど FE じゃないですか。でこれがね152,900円かな、本体だけやったら。なんでマジで安くて54,091円ですね。この10リットルこっちは FX3 にちょうどいい。どうもミリオネアのウェディです。僕たちは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、皆さん夏どうお過ごしでしょうか。でも言うてる間にね、もう8月もこれ出てるタイミング20日とか超えてるでしょ。だからもうね、秋に一応差し掛かんじゃないかみたいなタイミングになってきましたが、そんな中でですね、今回皆さんにちょっとまあお話したいじゃないけど、ちょっと2024夏ということで、ちょっと本当に使ってよかったなって思ったアイテム5000みたいな感じでタイトルあったと思うんですが、その通りですね、今回ちょっとね、まあね、いろんなもん使ってるんですよ今。現状を使ってて皆さんにこう YouTube で出していいぜっていうやつの中でですね、これは俺の人生を豊かにしたなーっていう、そんなアイテムをね皆さんに5つ紹介していきたいと思います。今回ね結構意外なもんもまああると思うんですが、ぜひね参考にしていただけたら嬉しいなと思います。で概要欄にねリンク載せてるので、興味ある方はこの動画全部見終わってからチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。というわけでまあね、だらだら喋っててもしゃあないんで早速行ってみましょう。はい、まず一つ目ですね、今年の夏活躍したなーっていうのがまさかのなんですけど、ここに FX3 あって、ここについてるんですよ。これ FE2470mm F2.8GM2 でございます。こちら価格がねちょっと高いんですけど、319,000円と、まあもちろんね高いレンズになってるんですが、去年末なんか勢いでザハトラっていうねごっつい三脚買ったタイミングで一緒になんかノリで買って、で全然出番ないみたいな動画を去年、多分ね今年入ってからかな、上げたと思うんですけど、まさかのこのタイミングでめちゃくちゃ使ってます。で、まあ、一応まあ説明しとくと、いわゆる GM レンズ、このね赤のロゴ入ってるね G が書いてあるレンズなんですが、ソニー純正レンズの中でももう最も一番上で、ソニーがもう俺たちの技術力を全て結集させてもうええもん作るぞって詰め込んだレンズが、この赤のロゴが入ってる GM G マスターシリーズになるんですけれども、まあその中のまあやっぱりかなり定番で人気なレンズにはなりますね。結構ソニー使ってる方でも使ってるよっていう方多いと思うんですが、それこそね今年の動画でもいろいろ話したと思うんですけど、割とね単焦点とかを、まあ、制作の時使うことが多くて、でいざ YouTube になるとこの今 20mm の F1.8G ずっと使ってるんですよ。んってなってくるとマジであんまりね使ってないというか、ズームレンズを仕事で使う機会が本当になかったんですよ。なかったんすけど、最近ちょっとキャンプ系の動画とかのね、こうなんかドキュメンタリーじゃないけど、なんちゅうの、その撮影とか入ってて、その時全部ね今この2470の GM2 で実は撮影してます。まあまあまあ、この GM のね僕1型使ったことないんですけど、2型が軽くなってるっていうので 695g で、まあ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 ね、第三元ズームレンズのね、まあ中、真ん中の位置としてはまだ軽い方やと思います。ソニーね、基本軽いんで。なんで、そんなに FX3 とつけてて、1日ね、本当に撮影してるんですよ。これつけて。もうほんまバッテリー3つ使うぐらいの勢いで、かなりこう、ガンガン撮影、ラウンドガンでこう、手持ちでバーって撮影することとか、まあジンバル乗したりとか、まあすることあるんですけど、まあそんなにね、本当に、めちゃくちゃしんどいわけではない。めちゃ軽いなとも思わん、正直。けど、まあ不快感は全くないぐらいの感じでずっと使えるっていうので、まあやっぱりねそこがまあ一番まあ使いやすいかなっていうポイントにはなってきますね。でね、やっぱりねこればっかりはもうどうしようもないというか、やっぱ GM レンズなんですごいなって思うのが、解像度とシャープネス半端ないんですよマジで。安定したオートフォーカスと安定した手ブレ補正、特に手ブレの機器とか、まあ、これ使ってる方は分かると思うんですけど FE じゃないですか。やっぱりソニーのカメラってもう今はねほとんどそんなことないと思うんですけど、過去はやっぱりちょっと手ブレ弱いぜって言われてきたんですが、最近ではもうあんまり気にならないというか、もちろんね他社でもっと手ブレガンって強いのとかもあると思うんですが、ソニーもねアクティブ手ブレ補正っていうね、まあ手ブレちょっと強めにねするやつ入れたら、全然これね 50-70mm 側でも全然手ブレ気にせず使える
っていうのがやっぱりでかい。ここはサードパーティー製のレンズじゃなかなかちょっと味わえない体験になるかなと思ってて、でやっぱりその撮影では手持ちでもあんまり手ぶれめっちゃする感じで撮るような感じの撮影ではないからこそ、どうしてもやっぱりね、本当は理想で言うと僕タムロ 2040F2.8 とかめちゃくちゃ好きなんですけど、あれもね結構 YouTube とかで使ったりするんですが、あのねやっぱりなかなかそういうのではなく、ちょっとね純正で手ぶれにしっかり効くっていうところっていうので、まあ自分的にはちょっとやっぱ 2470GM2 に行ってるかなっていうところかなと思います。でもうこれはもちろん言うまでもないですけど、 24mm から 70mm までまあカバーしてるからめちゃくちゃいろんなものがもうこれ一本で撮れる。どうしてもこうランとかでこういろんなもんバーンって撮らなあかんっていう時に、単焦点でこうポンポン変えたりとかってなかなかできないっていうのがねあるので、ズームレンズに行きざるを得ないというか、原因にはなってくるんですが、ズームレンズやけど解像感半端なくてもうめちゃくちゃ映りいいし、これつけとけばまあ間違いなく撮れるって感じで、かつ僕の中でこれであんまりこううまいこと撮れんかったら確実に自分のせいやなって思えるような、まあレンズになってきてて僕は嬉しいですよ、活躍してくれて。あのね本当に今年頭全然使う機会ないなって思いながらずっと防湿庫におったんですが、やっぱり売るっていうのはちょっと違うなって、この大三元のズームレンズね、どっかでいるやろっていうのでなかなか売れなかったというか、まあ売る気なかったんですけど、売ることはなかったので、そう考えるとね今こうやって活躍してくれてるっていうのはまあかなり嬉しいですね。僕ねここから海外ロケが2つあるのかな、2カ国行くことになるんですが、それもねこれでちょっと撮影しようかなと今考えてます。で僕ね2470のボケ感割と好きなんですよ。いやまあ当たり前なんですよ、 GM やからめちゃくちゃ綺麗なんですよ。お仕事で撮ってまあ例えば素材として提出してもやっぱり納得してもらえるですよね納得してもらえますよね、やっぱりこのレンズ使うと。なのでちょっと個人的にこの夏前ぐらいから2470かなり今使ってるというか、まあ月1で2日3日必ず使うっていう感じで、まあ泊まりがけでこれ1本で使ってるって感じなんで、ちょっとこの夏かなり活躍しました。なのでまあここからもちょっと海外2カ国行くんでちょっとしっかり使っていこうかなと思います。で次ですよ、次なんですけど、まあこれはねちょっとねまあニューって感じなんで、まあ改めまして感ありますが、まあ実は買いました報告は出しましたが、このソニーの今ちょっとレンズついちゃってるんですけど ZV-10II ですね、最近買ったんですよね。でこれをね使って見てます。この前もちょっと東京に行って友達とかとねこうわちゃわちゃ遊びに行った時にこれぶら下げて持って行ったんですけど、マジでいい、マジで楽、めちゃくちゃ軽い。だってもうこのサイズの差ですよ、ちゃんとわかるかな、わかるかわからんけど、このサイズ感の差でめっちゃ今だから FX3 で2470持ってたからめっちゃ軽いですもん今これ。でやっぱ ZV-10II は僕の中で、まあ写真で使うことはほとんどないんですけど、動画なんですけどやっぱり Vlog 用とかね YouTube のコンテンツ用で買ったんはあるんで、まあそういう中で思い出残すっていう部分に関してはもうこの上ないいいカメラやなと思います。でこういろんなね 7C2 でもいいんじゃないかとか、なんか FX30 もいいよねとかっていうね絶対この対比で出てくるんですが、ちょっとまた僕の中で FX30 とか C2 とはもちろん別物のカメラになるんで、こういうのって Vlog カムなんて言ってもなんすけど、 Vlog カムなんやけどその FX30 とか C2 でもいいよねっていう意見が出るぐらい言ったらその素晴らしいカメラってことですよ。 Vlog カムの領域を超えてるカメラですね。で正直なところを言うともうねこれでログ撮影してても全く問題ないっていうのが個人的にかなり嬉しいところというか、あのねここまで進化したかっていうほどの歴でもないんですけど、それぐらいやっぱりねかなり進化を感じさせてくれたカメラにはなってます。なので FX3 でやっぱこうね Vlog 撮るっていうのも楽しいし、まあ安定性エグいんですけど、やっぱりちょっとこうね東京に行くとかちょっとした旅行に行くときカメラストラップでずっとぶら下げときたいみたいなときとかは ZV-10II がこれから僕の中でちょっと今年は少なからず活躍してくれるんじゃないかなと個人的に思ってます。ただ1点ねちょっとね手ぶれ補正やっぱね
ちょい雑魚いなっていう印象があるんですけど、まあそこはね FX3 とかと僕どうしても比べちゃうんで、まあ仕方ないとこにはなりますが、全然それでも問題ない領域になってくるかなと思います。この軽さでこの小ささでこんだけ取れるって結構ねすごいなと思います。で僕は ECM-M1 でね基本的に別のマイク使って録音してるんですけど、あんまりやっぱね内蔵マイク自体は僕はまあ十分やと思いますよ、十分やと思うんですけど、僕はそんなにめちゃくちゃいいなとは思わなかったというか、なんで基本的には ECM-M1 つけて撮るかなっていう感じですね。まあそんな感じかな。この Vlog カムに関してはちょっとかなりお気に入りっていうところですね。あとはねやっぱねデザイン感好きとかももちろんあるんですけど、一番ね使ってて思ったんが、なんかねこれね FX3 とかそれこそ α7S3 であったり α1 であったりとか、いわゆる α シリーズ FX シリーズで使える NPFZ100 っていうねバッテリー入ってるかな今、まあ皆さん馴染みのあるソニーユーザーなら馴染みのあるこのバッテリーに変わったんですよね ZV-10-2 から。でこのバッテリーに変わったんですけど、なんかねバッテリーめっちゃ持つ、マジで1日全然余裕でいけたって感じですね。そんなまあ、あのアホみたいに長回しするわけじゃないからっていうのもあると思うんですけど、なんか体感 FX3 よりももちろん減り少ないなっていう感覚があって、あのバッテリー持ってくれる Vlog カムってめっちゃいいなって思いました。で Vlog カムでこうバッテリーいっぱい持っていくってなるとまたちょっと話変わってくるというか、なんかそれはそれでちょっと Vlog カムの僕の中のこうなんていうの理想像からちょっと離れてしまうので、 NPFZ100 入れてかなり長回しできるっていうのはちょっと熱いですね。であとは熱耐性がこれ結構いろんなところで言われてるんですけど すごいですね。実際僕もあの外でバーって撮影してたんですけど、全然あの熱暴走しないですね。なんでなんやろ、これすごいな。であの一応ねバリアングル僕こうやって開けながら撮影するようにはしてるんですけど、まあ開けながら撮影してて現状止まったことはないので、そこがねすごい嬉しいなっていうポイントにはなりましたね。でこれがね152,900円かな本体だけやったら。なんで結局 FX30 とか α7C2 とか25万から30万レンジぐらいやと思うんですけど、まあ言ってもその半額って言ったら大げさかなーって思われるかもしれんけど、まあでもそれぐらいの額で買えるって考えたらかなり優秀。あの ISO4000 ぐらいまで夜中上げた時に前結構ノイズ感乗るなーっていうのがあったけど、3200ぐらいまでやったら結構全然使えるなって感じで、4000とかやったらそれこそノイズリダクションダビンチリゾルブの中でかけてあげたらもう別に全く問題ないみたいな。ちょっと一昔前じゃないけど数年前とそのノイズ耐性っていう部分ってちょっとずつやっぱ変わってきたんやろうなと思います。で APS-C のね、まあ、カメラにはなるんで、まあ一般的にフルサイズよりノイズ感は乗りやすいって言われるんですが、僕はマジでそんなに気にならないというか、後で編集時にノイズリダクションかける前提でガンガン ISO 上げて、割と FX3 やったらね800か12,800っていうラインで使いたいんですけど、そこあんま気にせず普通に1250とか1600とか、まあ今まであんま使ってこなかった ISO で使ってても、まあ今ぐらいの数値やったら本当に問題なく使えるので、なのでまあぜひねこれね Vlog カム考えてる方というかサブ機かな、メインでカメラ持っててサブ機考えてる方には超おすすめな ZV-10-2 ですね。でまあそのまま次行っちゃいましょう。この流れで行って3つ目になるんですけど、実はあんまり僕ね紹介してなかったんですが、これですよ E11mmF1.8 無印ソニー純正のレンズですね。でこれを実は合わせて買いました。で ZV-10-2 を買う時にレンズ選びめっちゃ悩んだんですよ。タムロンのやつにしようかとか、1120やったかな、1120かなんかにしようかとか、それとかあとソニーの G レンズ1220の F4G にしようかとか悩んで、実はギリギリまで店舗で僕1220買おうとしてたんですよ。でもたまたまこのレンズが近くにあって、これがね 11mm の F1.8 で APS-C やから換算フルサイズ換算で 16.5mm なんですよ。 Vlog で考えたらやっぱめっちゃ最適な画角じゃねって思って、でこれに急遽変えたんですよ。で価格がねこれねマジで安くて 54,091 円ですね、最安値なんですけどぐらいの価格で買えるようになってんのがめっちゃ熱い。マジでなんかあのねこのレンズ意外と僕あんま存在知らなかったんですけど、やっぱりソニーのね
純正レンズっていうのもあって、 ZV-10 さっき言ったように手ぶれがちょっと弱いって言ってたんですけど、こいつつけたら気にならなくなりました。もちろん広角側っていうのもあるんですけど、あとはねやっぱねソニー純正やから、ここにね AF-MF 切り替えスイッチとかフォーカスホールドボタンみたいなもんね、カスタムボタンかもついてるっていうのもこれも熱いですね。でやっぱり言ってもまあ FX3 とか α7S3 みたいなこうノイズ耐性、高感度耐性、いわゆる夜間でもそこまでめっちゃ綺麗に撮れるっていうところが特化したカメラじゃないからこそ、 F4 っていうところよりもやっぱ F1.8 って明るさが欲しかったんですよ。今回ボケ感っていうよりもちょっと明るさがどうしてもこっちで担保したかったっていうのがあって、でかなり悩んだんですけど F1.8 のねこの 11mm、 16.5mm ですね、換算にのレンズを買いました。5万で買える。だからこのセットアップで20万ぐらいなんですよ。で僕プロサポートなんで20万全然切ってるぐらいになってるんですけど、って考えたらめっちゃ暑いし、これで Vlog 撮るって考えたらやっぱ旅行とか行ってももうめっちゃ軽いもん今。これねレンズがね 181g なんですよ。マジバケモンみたいな軽さなんで、なんで ZV-10 が軽い上にこいつも 181g 200切ってんすよ。って考えたら僕が理想とするこう首からぶら下げていつでも簡単に Vlog をパッと撮れる最適解なセットアップかなと思ってます。まあ次買うとしたらズームかな。やっぱりズームレンズでちょっとこう便利なん買おうかなと思ってるんですが、ちょっとね APS-C でいいズームレンズあったらぜひともねコメントで教えていただけたら嬉しいんですけど、これ前も言ったような気するけど、なんかね発見を求めてるって感じなんですね。でもやっぱり個人的に今んとこまあ Vlog 撮る分にはこの 11mm の F1.8 っていうね、まあちょっとあんまりこう表に出てきてない、古いんかなこのレンズ分からんけど、あんまり表に出てきてないけどかなり安くて高品質なレンズっていうので、あのやっぱり 11mm やけどF1.8 まであるとめっちゃボケるんで、マジでもうめっちゃいい買い物したなっていうのが個人的な感想ですね。この夏かなり僕がテンション上がった2つのアイテムですね、レンズとこのカメラ、これね超楽、本当におすすめ。はい、で次ですよ、これですよ。はい、次ですね、僕が愛してやまない PGY-TECH からですね。 PGY-TECH の1号ソロ V2 シリーズの僕は6リットルと10リットルを現在まあメインで愛用してるって感じですね。でこの6リットルの方が 14,300 円で、この10リットルの方が 19,800 円になってますね。で6リットルちょっとちっちゃい方あるじゃないですか、こっちね、こっちはね ZV-10-2 マジちょうどいい。でこの10リットルこっちはFX3 にちょうどいいっていう使い分けをしてます。なので最近はね結構 ZV-10-2 でこうチラッとフォトウォークじゃないけどそういったね感じでまあうろうろしたりすることがあるんですが、その時はこの6リットルちょっと家から出てパパッと散歩がてら撮る時はこの6リットルで十分かなと思ってます。で逆にこの FX3 を入れてっていう場合はこの10リットルの方、こっちかなり入るんで、まあ、10リットルの方を使ったりしますね。ここは結構ね使い分け自分の中でしながら、まあ、2つ両方ねかなり大事に使ってるって感じですね。で6リットルの方は、まあ、ZV-10-2 使ってやっぱこう普通にねかけて運んでるみたいな感じなんですが、この FX3 入れてる方の10リットルね、これね6リットルの方もついてるんですけど、こっち裏側にこのねわかるかな、キャリーにね引っ掛けれるやつがついてるんですよ。なので結構これ楽なんが、さっき言ったあの最近ちょっとこう出張的にこう撮影しに行ってるっていうのがあるんですけど、 PGY-TECH の僕ワンをバックパック35リットルをね今メインでカメラバッグ使ってるんですけど、プラスキャリーと例えばこれがある時はこれキャリーにかけて現場に着いたらこのバックバックみたいなの背負ってるとちょっとしんどいじゃないですか。だからそれは置いといて、このカメラとか必要なものだけこっちに移してこれをぶら下げてもうガーって取っていってるって感じですね。でこのねバッグの中にバッテリー入れるところとかがねしっかりあるんですよ。3つぐらい入れれるのかな、ちゃんとこの NPFZ100 がちょうど綺麗に入るバッテリー入れれる場所とかがあるので、そこを活用しながらええ感じで今手元に欲しいもの、例えば ND フィルターであったりとか、まあそういったものは手元をこうね肩からかけといてすぐにこうバッて付け替えれるようにとか、そういったような
な用途でも結構使ってます。なので一概にこうフォトウォークとかで使うだけっていうか、こう散歩がてらちょっとしたお出かけで使うだけっていうよりも、あの現場に行って必要やけどすぐに必要じゃないようなごっつい機材とかは、まあバックパック別で置いといて、もう手元にすぐ必要で付け替えたりとかが頻繁に行われるような ND フィルターであったりとか、例えばあのシュポシュポとかね、レンズの前のホコリ取ったりするあんなんとかここに入れて使うみたいな、そういった使い方もできるから、あのね結構考え方によっては使い方が多用途な感じになります。でカメラもすぐしまえるしっていうのですごい安心ですね。で10リットルの方の方がポケット多いんですけど、結構ね6リットルも含めてポケット中身類はかなり充実してるから、まあ全然今んとこその不満がないというか、なので個人的には使いまくってるっていうところですね。10リットルに関しては正味これあったら、僕カードケースとか使ってるんですけど、カードケース、タバコやアイコスやらなんやら何でも入るし、 iPad もいけるしっていうので、まあパソコンもターンって考えたら全然これ1個でいけちゃうっていうのが、まあありがたいポイントというかっていうところかなと思います。でどっちもね、まあレンズ2本とカメラ1本って感じかな、カメラ1本じゃカメラ1台って感じかな。でこっちの10リットルに関しては入れ方によってはもうちょい入ったりすると思うんですけど、6リットルはカメラ1台とレンズ2本が限界ぐらいになってくるかなと思うんで、でね僕これ4リットル6リットル10リットルのラインナップがあるんですが、全部の比較動画実は出してるので、これもっともっと詳しく気になるよっていう方は右上に今出してるのでね、そちらからチェックしていただけたら嬉しいと思いますが、この夏だいぶ、まあこの夏に限らず今年かなり活躍してくれてるのがこの PGY テクの15ソロ V2 のシリーズでございますので、ぜひともねマジでちょっと在庫落ち着いたんちゃうかな、ぜひともチェックしていただけたら嬉しいと思います。はい、で最後でございます。最後になっちゃいました。意外と早かったな、なんかめっちゃ喋ってる気するけど、最後がねこれですね。これねスモールリグの VB99 っていうね、まあ V マウントバッテリーです。コンパクト、まあミニ V マウントバッテリーに分類されるやつになりますね。でこれがね 32,390 円になるんですけど、これが本当に活躍してる今、特に僕の仕事で。でこれも詳しく動画出してるんで、気になる方右上からチェックしてほしいんですけど、これねあのね、まあ V マウントバッテリーなんですけど、タイプ A 端子とタイプ C が1個ずつあって、で 12V アウトで 8V アウトっていう、まあ、DC 系があって、で D-TAP っていう、まあ例えばモニターとかね、照明とか給電するようなものがついてるっていうので、最近あのドラマ系の撮影をしてるんですけど、その時ってバッテリーの消費えぐいんですよ。えぐいんですけど、これ使ってるだけでマジでほんまにバッテリー変えんで良くなったっていうのがめっちゃでかいですね。でドラマ系とかやったらやっぱりジンバルに乗せるっていうカットももちろんあるんやけど、どちらかといえば三脚でこうフィックス固定でねこう撮るっていうシーンもかなり多いので、そういった時にはねもう大活躍してくれるものになります。でこれね本当に FX3 につけて、まあ、やってるんですが、さっき言った D-TAP っていうのがあって、 D-TAP っていうのがあるからこそモニターにも給電しながら FX3 にも給電できるっていうところが、これめっちゃ嬉しい。でこのレビューで出した時にも言ってるんですが、やっぱモニターと例えば FX3 があって、でそれをね FX3 の上につけたりとかしながらいろんなとこにポンポン動く時って、本当はモニターにねなんかあのバッテリー NPF 系のバッテリーつけたいわけではなく、電源供給したいんですよ。っていうのもモニター系のバッテリーってそんなめっちゃ長いこと持つわけじゃないから、結構充電も長いし、あの変えたりとかその充電したりとかっていう結構流れがめんどくさいなっていうのがずっとあったんですけど、これ使い出してからマジでモニターもこれで電源的な感じで供給できるからめちゃくちゃ楽になった。でもちろんねカメラだけじゃなくて iPhone、iPad、MacBook とかにもいけるんで、でね回数で言ったら iPhone が 5.5 回ぐらいで、 MacBook Pro で 1.3 回、 iPad で 3.1 回で 8K30 フレームで 7.4 時間まで回せるんで、かなり効果的でしょ。で重さ自体これね 550g なんで、まあソニーカメラって結構軽いじゃないですか。だからソニーのカメラ使ってる方とかやったら、ちょっと他のメーカーちょっと何度も言えないんですけど、ソニーカメラ使ってる方でこれ使ってたら正味手持ちでも全然いけます。緊急時にもやっぱ使える。最近あのねちょっと地震の件とかでいろいろこうねわちゃっとなってたりしたんですが、やっぱそういう時にも何かあった時にこう持ってるだけでやっぱりねこう対策にもなったりとか、まあやっぱ電気が止まったりとかした時にもね何かしら、まあこれだけでいけるかって言ったら
からね、もっといろいろジャックリーとか僕家に最近買ったんですけど、ジャックリーとかまあああいったのもあるけど、まあなんかあった時に緊急時用、外いても例えばバッテリー iPhone なくなったとかでも何かしら使えるから、まあちょっとこうかさばるモバイルバッテリーでもかなり強めぐらいの感覚で持ってんのが個人的にいいかなと思います。はい、というわけで今回5つ紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。まあまあまあでしょうねっていうやつから意外なものまで出てきたと思うんで、ちょっとこう総まとめ的な感じでね、今回動画作ってみました。ぜひ皆さんのね、あのこの夏使って良かったものとかもね、コメントで教えていただけたら嬉しいと思います。全部概要欄に載せてるのでぜひチェックしていただけたら嬉しいです。というわけでミリオネームで映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げてるんですけども、今目指せ10万人ということでめっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画よかったなって思う方は高評価コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。